はい、今回のツアーで使用するエフェクターを紹介しちゃおうかと思います。はい、これはエレキの方ね、ノイズゲートで、これがコンプなんだわ。で、これもね、一応コンプ的なものでいろんな役割してる。まあブースターだけど EQ コンプがついてるっていうのはすごく便利なやつなんだよね。そしてオーバードライブ、そして今回初登場のこれがね、フリーザトーンの林さんから、なんかもうほんと新製品らしいんだけど最高です。これほんといいよ。そしてこれもオーバードライブで、私はソロの音は今これを中心に作ってます。でこれを、友人が作ってくれたブースターです。これ友人作ってくれたブースターとしてこっち行ってが基本のソロの音です。でこれもまあ一応クリーンブースターだね。これはね、なかなかいろいろあるとすごく便利で、なんか上の倍音ちょっと足したいとか、ちょっとこう圧を強くしたいとか、なんかね、そういういろいろ便利なやつです。で、これがまあ普通にあれだね、ディレイだね。でこれが普通にリバーブで、これが変なディレイあのいろいろ変なことできるんだけど、本当にこうかすかにかけることで空気をちょっとふわっとさせることで今回使ってます。一応エレキはこんな感じ。はい、そしてアコギがこちらです。これがね、アンフィニカスタムワークスか。もうね、世界一高いアンプなんだけど最高なんだよこれが結局もうね、いろいろやってたの。アコギに関してはもうちょっとこう自分らでいろいろ作ってみたりとか、いろんなの試していろいろやってて、これね本当に高いのよ。だからこうちょっとそれどうよとも思ってたんだけど、結局一度使ってみると最高でした。本当にもう文句ないっていうレベルじゃないね、予想を上回る良さで、なんでこんなに良くなるのかわからないっていうところがあって、悪いところがどうのっていうよりもね、本当にこう例えばピエゾの音とかもこれを通ると良くなるっていうのがね、とても不思議なんだけど、まあさすがにもうお値段だけのことはあるとしか言いようがない。もう一回使っちゃうとやっぱりこれですねという感じです。であとはオクターバーでローをちょっと足したりもしてます。であれがあれだな、リバーブだね。アコギはこんな感じということで、頑張って準備してるからね。これが確か74年のストラトのボディにネックは新しいのを作ってもらったやつを差しちゃいましたというやつ、これはノボというブランドのギターです。これもお気に入りの一つだね、ずっとここのとこ。これが多分61年のテレキャスです。最高。これがレスポールスペシャル、何年だかよくわかんない。これはね、90年代のいつぞやに中古で買いました。で今回はアンプはこれ、ボグナーのエクスタシー、これのクリーンだけを使ってます。そんなわけで、今回とてもいい音できてるし、なんかね、やっぱりみんなで騒げるライブ久しぶりなんで俺も楽しみだし、みんな思いっきり楽しみに来てください。それじゃあね。コメント欄に質問なり、なんかこんなことやってくれでも、なんかそういうことをね、
ガンガン書き込んでもらえると嬉しいなと思ってます。意外に見てるけどチャンネル登録してないっていう人いるでしょ。せっかくだからチャンネル登録してください。よろしくね。それじゃあ。